上がりかまちは、主に玄関の上がり口で履き物を置く土間の部分と、廊下や玄関ホール等の床との段差部に水平に渡した横木を言う。稀に敷地の部位を指すことがある。日本建築における床の間の段差部では、床がまちと呼び区別する。廊下や玄関ホールの床材を切り落とした切断面を隠し、床材のささくれを防ぐ目的で用いる化粧材である。そのため、 床材と同種の材料である必要はなく色の異なる樹種をはじめとして床材と異なる材種の石材や人造代理石等が採用される傾向がある。日本において玄関は履物を履き替える場所であり、多用途の室に比べて人の交通量が比較的多い。加えて履物に付着した外部の埃や砂なども多いため、一般的に暴露状態の外部ほどには、 対抗性を要求されることはないが、歩行回数が多いこともあり、耐久性を求められる。さらに、段差を乗り越えるために、足の踏み込む力が強いため、他の床材よりも強度を求める傾向がある。このため、木材を用いる場合は、表面のキメが美しく強度のある仇を用い、木材以外の材料では、石材、人造大理石、プラスチック系の部材が使われることが多い。 建築物に関わる各種規定を定めた法令の一つである建築基準法施行令では一般的な木造建築物の居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法を第二章一般構造第二節第二十二条一号においてと定めている。身近な高さの例としては一般的な椅子の座面の高さに相当し建築物においては玄関の床面であるとまから 廊下、玄関ホール等の段差として現れる。この45センチメートルの段差は、日本人の一般的な体格の人であっても、土間から常時上り降りするには高すぎるために、土間から順に、履物の靴脱ぎの利便性のために置く一段高い、靴脱ぎし、ベンチのように腰掛けることのできる式台を経て、廊下、玄関ホール等に至る。一方、前述の建築基準法施行令 第22条本文の正し書きには、居室の床下,下に防湿を施している場合には45センチメートルの制約を解除することが謳われており、コストパーフォーマンスを考慮した木造住宅では、建物の水平投影面積に相当する全面に、コンクリートを敷いたベタ基礎と呼ぶ基礎方式を採用して、防湿効果を兼ねる場合がある。建築計画上では、土間のある住宅、 外部と段差の少ない一体化したリビングルームが生まれる要素の一つとなる。建築基準法等の規定の存在しなかった時代、古刹に代表される建築物では、敷台から廊下に至る段差を構造材としての役目を持たせて一本の木材で上がりかまちとすることがあり、上がりかまちの高さ寸法は十数センチメートルから数十センチメートルのものまで存在する。 建築基準法施行令、第22条本文の正し書きにより、居室床面と地表面の互いの制約がなくなったことで、玄関の土間から廊下、玄関ホール等に至る高さや段差は、寸法の選択に自由度が生まれ、バリアフリーを代表とする使い勝手を優先した高さが選ばれるようになり、上がりかまちの高さも追従し、構造材としての役目を失い、 化粧剤としての役割が強まっていき、様式化していくことになる。この代表例が、共同住宅の玄関周りの段差である。共同住宅は機能性を重視しかつ低廉な価格で、分譲や人体することに着眼される傾向があり、またバリアフリーを促進する観点から、上がりかまちの部材の高さは10センチメートル内外が、多く5センチメートルに満たない事例もある。その結果、 土間と廊下の異なる床材を区切るために取り付ける部材を指す見切り材として形外化している。上がりかまちの長さは玄関の幅である間口に比例し、人の出入りの多い建物用途では長くなる傾向がある。他方、低廉さを求める住宅では、下駄箱や玄関用システム家具などの奥行き分の寸法を活かして長さを短くする場合がある。 住宅部材メーカー各社では建設現場内における取り付けに伴う作業の省力化や安定した製品供給の点で上がりかまち、式台、付けかまちをセットにしたユニット製品を販売している。ありがとうございます。